皆さんこんにちは、ダイスです。今回はスナックワールドトレチャラーズゴールドやっていきましょう。今日はですね、追加コンテンツ第2弾の破滅の魔王デミグラス降臨のストーリー進めていきたいと思います。残念ながらまだ100レベルに行ってません。ただストーリーのクエストレベルが107になっていて結構微妙です。今回行くクエストは覚醒スーパードラゴンナイト、ボスが黒竜ダークファルク、種族がドラゴンで属性が闇、カラーがブラックピンクになってます。いけるかな。技はデアファルコン様と同じでダークチャージの攻撃にレッド、グリーン、ブルーのバスターが必要になるので、それも持っていきます。他目玉報酬がエルダーイヤリング、レガシーのスーパーグレートレアで、カラーはシルバーですね。スキルがクリティカル率アップ V4 とコロン拡張 V2 がついている、かなり使えるアクセサリーになるので、ぜひ1個は持っておきたいです。まあおまけパワーとか考えると、もうちょっと何個か取れてから何が一番いいかなって選抜していくのもいいんですよね。他ダークドラゴンストーンが出るので、スペシャル素材としてはこれが落ちてほしいですね。クランアリーネの副素材だねになってるんですけど、その後のストーリークエストでもかなり使うと思うんで、今のうちにレアドロップ率アップもついていることですし、押さえておきたいです。ダイス、あー待って見て見て、出たでっかい夢が見たい違うんだけどね、でっかい夢を見よう。スナックジャンボ宝くじを発見。なんかこれ久しぶりだ。あやばい、まずい、毒になった。でもこれが出てくれればいいんだ。スナックジャンボ宝箱、何が出るかな。持ってないやつ、強いやつ、あダークアックス、やった。え、初じゃない？多分初だと思う。おー出た、黒竜ダークファルク、強いんだよね。ただデアファルコンよりは属性が闇な分戦いやすいはず。闇系のバスターって結構数あるんだけど、デアファルコンは光属性で、光系のねバスターがあんまり数なかったんで、私ダークファルクよりデアファルコン様の方が苦手です。今使ってるのはビネガーランスでピンクバスターがついてます。ここに来るときにはかなり使いやすいですね。まあ、ビネガーも第2形態はピンクなんで、そっちでも使えるし、ダークファルクもブラックピンクだから、ここでも使えるということで、強化したいジャラの一つですね。出た出た、まずグリーンからだ。一応ですね、1本ずつカラーバスター持ってきてます。痛い、これさ、避けられないんだよね。下手くそなんだよね、これ避けるの。まあ、当たっちゃうけど、回復すれば、まあ、なんとかなります。なんとかなる。いや、ちょ、レッド！よし。で、次ブルー。次ブルーね。これで最後、いけ！オッケー！来た！なんか、闇バスターがついてる方が選抜で一番頭に来るかなって思ってたんですけど、ビネガーランスのピンクバスターの方が私は出てきてますね。次は、闇だね。できればね、私の場合はボスに来るときは、属性のバスターで強いやつを3本は必ず持ってくるようにしてるんですけど、これ、ダークファルコ戦2本で済むかな？もしかしたら。長持ちだから、なんか2本で済みそうな気もします。あとは、もうスナック変身できるので、それで使っていくのもありだよね。よし、半分は切ってるよ。これがなー、毒がきつい。コロン、デビルコロンにしちゃったんですけど、これなんか毒系で入れてもよかったかも。あっ、来た、まあまあって言っちゃった。よし、頑張れ。あともうちょっと、でもやばい、まずいぞ。後ろからね。あ、真ん中じゃないね。危ない。でも回避するのはポイズングレスも結構回避はしやすいんだよね。やばい、怒った。これ本気になってるパターンだ。ダメージアップつけて
ダッシュー、はい、後ろから、後ろから行きたい、後ろから行きたいけど、いやーなんか来て、これきついね。あ、忘れてたよ、今の攻撃かなり強いですね。まずい、え、またーダークチャージ、またー、私なんかグリーンから行くみたいです。後ろ来てる、後ろ来てる、まずい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 、はい、よし、あれ待って、残り1個になってる。ちょっとレッド倒して、ブルーのところでもまだ使いたくないな、怖いから。あ、いけたね、よかった。ヒールトリンクもプラス2拡張で7まで上げてきてるんで間に合ってますけど、これ普通の5個だったら厳しかったね。やっぱレベル差か。もうちょい、お、スナック変わるの忘れてた、あれまあいっか、いけましたもんね。あとは欲しいところの目玉報酬とダークドラゴンストーンが落ちてくれればいいんだけどな。来い、エルダイヤリング、そしてスペシャル素材お願いします。シルバー1個来る、ない、どっちもない。また来ましょう、これはまた来よう。作っておきたいもんね、残念だな。といってもね、最近ずっとあんまり出ないっていうあんまり出ないんだよね、ま、とりあえず勝てました。よし、黒龍に勝ったぞ。よし、うん、よくやったお前たち。なんでカリバーさんとデアファルコン様は後で来たかな。一緒にってわけじゃないんだよね、試練だからなのかな。その声はデアファルコンか、久しいな。うん、どういう関係、知り合いなの、どういう関係ですか古くからの友だ。そんなことよりこいつらの力を見ただろ。まあ我を倒したのはここ数百年現れていなかった。全くもって見事な力だ。こいつらの力を認めるというのなら、お前の力を与えてやってくれ。ああ、もちろんだ友よ、お主の願いは聞き入れてやるぞ。あれ、ここってどうなるんだったっけ。闇を制し者たちよ、我が力を受け取るがいい。レベル200まで上がるようになった、やばい、まだレベル100まで行ってない、また上がっちゃった、あれおお、強くなった、強くなったよね。ああ、どうだ、黒龍の力を得て格段に成長しているはずだ。行くぞ。確かに力がみなぐってくる、みなぎってくる、噛んじゃった。豚子、これいいよな、かっこいいんだよな、なんでなんだろう、レジェンド、私もこれ装備欲しい。よし、俺たちももう完全完璧に変身できるぞ。ほんとチャップだけずるいんだよね。ドラゴンナイトはあるけどさ、こんななんか尻尾かわいいからそれつけたい。あ、俺にはブタコがいるからね。いや、私もブタコ欲しい。案ずるな、お前も限界を超えさらに強くなっている。いや、でもその姿が欲しいです。さて、デアファルコンよ、我に言うことがあるな。うん、助かった、礼を言う。感情がこもっていないな、願いを聞いてやったというのに。あれ、二人って仲悪いの。仲が悪いわけではないが、こいつは恩着せがましいのだ。まだか、デアファルコンよ、我はあの言葉を待っておるのだ。ありがとう。ありがとう、それで終わりではなかろう。ありがとうございます。いやいや言ってる感がある。あ、これでカリバーさんの鞘が抜けるんだよね。そうだった、カリバーさん一緒に来てるもんね。それじゃあカリバーさん、鞘を抜かせて、抜かせてください、カリバーさん。
逃げるね。これでも結構だいぶ逃げてるよね、これ。くる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 って。なんでやカリバさん、もしかしてふざけてる？うん。ん？わかった。本当のことを言おう。ん？実はな、最近太ってしまって、自分でも抜けなくなってしまったのだ。何食べたんですか？てかカリバさんってなんか食べて太るの？そっか、え？剣なのに？それじゃカリバーさん使えないじゃん。うん、ダイエットしてください。使えないとは失礼な。鞘が抜けなくとも私の力は絶大だ。いや、ダイエットできないでしょ。太ったんでしょ。何食べたの、すごい気になる。確かに鞘付きでも底知れないパワーは感じる。だがしかし太った。これは鞘付きでも十分いけるかもしれん。かもだからね、カリバーさん。太ったのはあれだよ、なんとかしてもらわないと。すごいよカリバーさん。究極政権、当たり前だ、私は究極政権村正カリバーだからな。噛んじゃった、ごめん。いやでもダイエットできないカリバーさんでしょ。ん？砂ライン誰からだろう。あ、このタイミングで来るんだっけ、ね、チャップ、今すぐお城に来て。姫だ、メローラ姫。え、なんで呼ばれたんだろう。ちょっと見てほしいものがあるの。なんだっけ。いや、結構忘れてるところが多いんだけど、かなり忘れてるこの辺。うんふんって。メロウェイ姫、見てほしいものって何？チャップがちょっと壊れてる。ごめん、俺、城に行かなきゃ。置いていく？置いていかれる？早いな、本当に。おい、チャップ、今はそんな場合では。うったく仕方ない。ひとまずチャップを追うぞ。まあ、メローラ姫のことになると、チャップはいつもああだからしょうがないよね。まあ、とりあえず追いましょう。お城で何があるんだったっけね。メローラ姫、お呼びでしょうか。いつ着替えたんだろう。チャップ、これ見て。謎の髪飾りを渡された。そっか、あの二人の男の子たちの落とし物みたいなの。あの二人とはデミとグラスのことだよね。二人組の魔王デミグラスのことか。あれ、ヴィンさんといたんだ。多分あの子たちのだと思うの。女の人の髪飾りっぽいけど、どうしてそんなものを？でも大切なものっぽいよね。コレクションっていうのちょっと違うと思うし。ああ、魔王が落としたアイテムだ。魔王の落とし物、やつの大事なものなら交換材料にできるかもしれん。いや、それは危険すぎる。やつの感情を逆なでしたらどうする。一ついい手がある。天高く続くとサイダーラグーンへ向かうのだ。サイダーラグーン？ああ。サイダーラグーンは清らかな水が流れる神聖な場所だ。そこでは人や物に宿る記憶が幻影となってよみがえる。なるほど、そこにこの髪飾りを持っていけばデミグラスの過去を知ることができるかもしれない。魔王の秘密もわかるかも。こっちだね。そうすれば弱点をつかめる可能性もある。うん、そういうことだ。行くぞ。よし、行ってみよう。はい、ライセンスもらいました。ということで、次のストーリーはサイダーラグーンに向かうことになりました。なんか行くのも久しぶりな気がします。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。
いや、まだまだね、ジャラの強化もいろいろしたいものがたくさんあるので、今後もね、レベル上げるように、今回行ったクエストも、目玉宝石もゲットしに遊びに行こうと思います。それではまた、See you!